おはようございます。釣り子 TV です。冬のこのタイミングですごいね、ありがたいルアーが釣り具屋さんに並んでいました。ボトムアップね、河村光太郎さんのボトムアップの新作ワーム MPS2.4 インチっていうことで、でね、ちょうど発売日だったのか色も選べたんで、こんな感じのソリッドブラックカラーね、これが買うことができたので早速開けていきたいと思いますね。結構ね、今この時点でも匂いがしてるんですけど、結構ね匂いがついてるような感じがしますよ。じゃあね、早速開けてみたいと思います。こんな感じ。あー、エビ系の匂いかな。うん、結構ね強烈な匂いがしております。じゃあね、早速でね、価格は630円で売ってましたよ。あー、こんな感じ。わお。じゃあね、ちょっと早速1匹。あ、で、数は1、2、3、4、5、6、6匹ですね。6匹入っていて、だから1匹100円ぐらいするのかな。これはね、パッケージで見た時よりもですね、本当開けてみるととんでもない繊細な細かいパーツがいっぱいついてますね。こんな感じですよ。一番まあ特徴的なのはこの長い一本のね、なんだろうな、これまっすぐなのピョンって出ていて、そのサイドに繊細な腕が2本で、さらにその横に触覚のような小さな腕が2本ついていて、でボディにもね、こうプルプル震えるようなこんな感じの腕がついております。でボトムアップのね、あの YouTube チャンネルでこれの水中の映像とか、あと実際に秋に、マイクロピッチシェイクでスモラバーのトレーラーにしてね、バシバシと河村光太郎さんが釣る動画上がっているんですけども、めちゃくちゃね、まあ霞ヶ浦水系で、釣ってるんですよね。あー、まあさすがね、霞の貴公子なんてね昔言われてたかと思いますけどもね、河村光太郎さんの、まあ、ホームの霞ヶ浦でこれをつけて、バッタバッタとねバスを釣る映像ね、すごい見応えがあるんで、ぜひ、見てみてはいかがでしょうかといった感じなんですけども、その動画の中で水中映像ね、綺麗な、まあこれをスモラバトレーラーにした時、あとはダウンショットで沈めた時、そんなねやつがいっぱい映ってたんですけども、すごいねかっこいいなと思ったのがですね、これをダウンショットのまあトレーラーにしてスッて水中に落とす時のこのボディについてる腕のピリピリ感ね、これがね水の抵抗を受けて、こう逆側から水の抵抗を受けてビリ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 ってこの横のね手がねすごい震えてるんですよね。でこうちょっと持ってるだけでもこっちの繊細な触覚とかは常に動き続けている。で微妙にこの各ねパーツの太さとかが違うので、なんかね全部が違う波動を出してるんですよね。この大きなのはビリ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 ってなってる横で、この左右の繊細な触覚はピリ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 って、でこれはフォールするときにブル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 ってね、全部がねまあ、ドライブしてるっていう感じなんですよね。でこれのワームの大元になったワームっていうのが、あの河村光太郎さんが昔からそのスモラバのトレーラーにつけている、スタッドのね4インチのテールの部分だけをカットしたものをスモラバにつけて、でそれをものすごいハイピッチでこうピリ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 動かして柔らかい感じで、動画では持ってって言ってましたけど、竿先だけねこうピリピリピリって動かすことによって、そのテールの張りのある部品がピリピリ動いて、でこうなんていうんですかね、段階を追って各レンジを探っていくっていう、あの超必殺技のマイクロピッチシェイクなんですけどね。でそれをするためにね、それで一番生きるようにデザインしたっていうことで、
まあそうですね、ボトムアップいろいろなね、ワームとかシュリンプ型とかですね、まあストレートで後ろがこうテールがついているやつとかですね、ブレーバーですね、いろいろ出てますけども、一番出て欲しかったなっていうのがね、あのマイクロピッチシェイク専用のワーム早く出ないかな、出ないかなと思っていて、でこのね冬のこのタイミングでいよいよ市場に登場ということで、早速ね暴走のリザーバーなんかで使ってみようかななんて思うんですけども、もちろんねあのスモラバのトレーラーとしてはベストだと思うんですけど、このシュルンとしたねこのテールっていうのかな、触覚っていうのかな、これがあるんで、自分的にはねあのジグヘッドリグのトレーラーにして、使ってみたいなと思って、でせっかくね黒色が変えたんで、ちょっとねこの小型シルエットがね 2.4 インチのワームに、ショートシャンクのですねジグヘッドつけて、重さはまあ 1.3 グラムから 1.8 グラムぐらい、これを投げて、でボトム付近でねまあエビ食ってんのかな、もしくはベイトフィッシュ食ってんのかな、どっちか分かんないななんていうやつに投げて、冬バスを狙ってみたいなね。で年を越してねお正月もまあ釣りに行こうと思うんですけども、そんなタイミングでもね、そのジグヘッドリグの釣りって聞くはずなんで、まあこういったね新しいまだバス見たことがないねワームをつけてね、やってみようかななんていう風に考えております。以前はまあ例えばジャッカルのクロステールシャットとかそういったのでやっていた釣りなんですけども、で最近あのこういったエビシルエット、まあ、手がねこう2個ついてるようなワーム、そういうのでやることが多かったんですけど、あとはゲイリー山本のリトレーターとかね、そういったのでやっていたんですが、久しぶりにこう、まあ、部品はいっぱいついているんですけども、基本的にはこのまっすぐなねこの触覚が肝になるんじゃないかなって、ほんとね微妙な違いなんですけど、最近ねあのエンジンからシェイクローが出たりとか、あとはレイドジャパンの小型のものが出たりとかね、今年は結構この小型スモラバトレーラー系がねほんと後半に来ていろいろと数多く出ているので、そういったののね使い比べというか、冬の時期いろいろなワームを投入して、釣れる釣れないとかね、こういうタイミングで、まあ、こっちが良かったんじゃないかななんて、そういう微妙な違いなんかをお伝えしていければななんて思うんですけど、何にしてもねこれ匂いもバッチリねすごい匂いついてるしね、ちょっとねこれは出たら早速買いたいなと思っていて、まあ、実際に買うことができたんで、ちょっとこれからね年末にかけてはどうかな、釣り行けるかな、まあちょっとねだいぶ寒い時期になってきたんで、ちょっと寒い釣り場に行ける機会があったらですね積極的に、投入していきたいななんていう風に考えております。でまあスモラバのトレーラーとかにして、まあノーシンカーで投げることはないと思うんですけど、一応ですね単体での重さ、何グラムぐらいかですねちょっと測っておきたいと思います。ボトムアップから新しく出たですね MPS2.41、 これは単体で何グラムでしょうか。結構軽めですね、 1.6 グラムっていうことで、でこれねあのノンソルトボディっていうことみたいですね、塩は入ってないよっていうことで、でね針もまあ小さいながら結構針もあってね面白い感じなんですけども、ノンソルトなんで、まあソルト入りのワームとかとねその気分的にね、使い比べて、まあより塩が入ってないっていうことはどういうことかっていうと、まだね説明しづらいんですけども、よりなんか軽やかなね浮力のある柔らかい動きが出せるんではないかななんていうふうに思ってるんで、で例えばこの冬もう一個使ってみたいエンジンのシェイクローなんていうのは、あれは塩結構ねぎっちり入れて単体でも重さがあって、でそれをなんだろうスモラバにつけたら小さい割にギュッとした重さが出るよっていう仕様なんですけども、こちらの例えばボトムアップのこの MPS とかだと、これはもうノンソルトボディなんでね、ちょっとねそこら辺で、まあ、ノンソルトでより繊細でピリ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 ってした動きが、出したいななんていう気分の時にね、より繊細にね、ライトにね心の底からライトに
攻めたいなっていう時にこれを投入してみようかな、まあ、あの心の持ちようでね、いろいろトレーラーを変えていこうかななんていう風に考えております。何してもね、期待大な、ワームがついに登場っていうことで、でまあね、うん、釣り具屋さんとか見てると一番最初の入荷とかね、若干買いづらかったりするんですけどね、あの2回目以降とかは結構店頭にもね並んでるし、色も選べるんじゃないかななんていう感じなんで、もしね、まあ、この後ねできればね、これで真冬のバスが釣れたなんて動画作りたいですけどね、あれいいななんて思ったら、あの以前よりは若干買いやすいんじゃないかななんていう感覚としては、想像しております。何にしてもね、ちょっと早速、釣り場に持っていきたいんですが、まずはねどんな形か、開封してね、部品を各パーツを見ていきました。こんなワームです。というわけで本日の釣り子 TV は、川村幸太郎さんのボトムアップから新しく出たね、スモラバトレーラーに最適なワーム MPS の 2.4 インチ、これをですね、開封してみてよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。